に調査がありまして、人口1万人あたりの焼肉店舗数を調べたところ、全国で北見は第3位という結果なんですよね。やはり北見といえば焼肉ですね、福永さん。スタジオのお二人ももちろんその北見といえば焼肉ってイメージがあると思うんですけど、はい、なんでじゃあそうなったのか分かりました。ここで参りましょう。では探偵の小島君、カモン。これいっちゃいましょう。こういう時は福永探偵者の福永探偵者の出番でございますんで、北見はなぜ焼肉の街になったのか、福永探偵者、今回は主任の私ではなく金子さんが調べてまいりました。調査してきました。札幌市内で北海道で焼肉が有名な街がどこだと思うか聞いてみると、北見かなと思います。よく北見って焼肉っていうので言われてるし、私も何回か行って食べたからです。北見ですね。網走に住んでた時、北見に焼肉を食べに行ったことがありまして、はい、北見ですかね、はい、冬のあの極寒焼肉のイメージが強くて北見かなって思います。北見の焼肉といえば玄関の焼肉祭りを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、それだけではないんです。北見市内に行くと驚きの光景が。北見市の飲食店街にやってきました。この一角だけで出ました、焼肉店。その横にも焼肉店がありますし、少し行ったところにも焼肉店があります。3軒も焼肉店があるんです。さらにこちらでも焼肉店のお隣に焼肉店、さらに通りを挟んだ向かいにも焼肉店が。北見市内にはおよそ70店舗以上もの焼肉店がひしむ超激戦区なんです。実は人口1万人あたりの焼肉店の数は1位の長野県飯田市、2位の沖縄県石垣市に次いで北見市は全国第3位。もちろん北海道の中で1位です。どのくらいの頻度で食べられてました？一昨日も食べました。1ヶ月にはもう3、4回ぐらい食べます。週に1回か2回。うちは週1ですね。週 1?、七輪とかってあったり。もう当然、当然ですよ。これ当然なんですか？当然です。なぜ北見市が焼肉の街と呼ばれるようになったのか、福永探偵者が北見市民に根付く焼肉文化のルーツを探ります。まずは北見市民の焼肉事情を知るため地元のスーパーへ向かいました。精肉コーナーです。精肉がずらっと並んでいるのに加えまして、さらにですね、焼肉コーナーがあるんですね。しかも種類が豊富です。焼肉の街なので、あらゆる種類を揃えて販売していますね。リクエストもありますし、こういう食材ないのとか問い合わせもあるので、まあ、そういった要望に応えて今日だんだん増えていったのもありますし。リクエストっていうのは何が多いんですか、部位的には。内臓肉が多いですね。ホルモンもそうなんですけど、それ以外の内臓肉っていうのも結構人気がありますよね。例えばホルモンもあるんですが、小袋があったり、それから私初めて見ました豚の大動脈、タケノコと呼ばれる種類があったりと、これ札幌市内のスーパーではなかなか見られない珍しい部位ですよね。さすがです。週末や天気の良い日、さらにお祝い事などがあるときには特にお肉の売り上げが伸びるそうで、家で焼肉をするという方がとても多いんです。暑い時は外でやったりしますね、はい、外でご友人とか呼んだりしてみんなでワイワイして。そうですね、家族とか。焼肉食べる機会どうですか、多いですか？夏が一番多いですね。夏、自宅の横に小屋があるので、それの中で食べたりとか。焼肉小屋って私初めて聞いたんですけど、これって北見の市民にとっては馴染み深い言葉なんですか？あるところとないところはあると思うんですけども。インタビューに答えてくれた後藤さんの焼肉小屋がこちら。大きくて立派ですよね。中にはコンロや椅子も置いてあって、これなら天気を気にすることなく焼肉を楽しめそうです。自宅に焼肉専用の小屋があるというのは北見独自の文化なんでしょうか。
さらに調査を進めます。こんにちは。こんにちは。焼肉小屋が気になりまして来たのですが、それというのはもしかして、あちらの、あ、やはりご自宅の横にあるあの小屋が。はい、そうです。こんにちは。すいません、 STV です。こんにちは。この日は山本さんのご友人が集まっていらっしゃいました。自宅の隣に作られたこちらが焼肉小屋。もともとは仕事で使っていた小屋を焼肉小屋に改装したそうなんです。入った瞬間にすごくいい香りがしてるんですが、皆さん楽しまれてますか？はい。楽しそう。焼肉小屋になったきっかけっていうのは何だったんですか？焼肉が好きだからいつでも食べれるとこっていう感じで。小屋の中を見てみますと、もちろん照明もついていますし、こちらには冷蔵庫、さらには換気扇まで、設備も完璧です。中は10人くらいが入れる広さ、隠れ家のような感じで仲間同士で楽しむには最高です。まあ店で食べるとよその人の気使うんで、気使わなくてバカ言って食べるのがいいと思ってます。うるさいですからね。北見の方にとって焼肉ってどういう存在ですか？どうでしょうね、まあ一応食の文化の中に入ってるんで、もう欠かせない食べ物の一つだと思いますけどね。北見市民が欠かせないと語る焼肉、なぜここまで市民の間で広まったのでしょうか。北見市の歴史を知るべく向かったのは北見市役所。市の歴史資料が保管されている資料室へお邪魔しました。市史編纂係の斉藤さんに伺うと、町の歴史と焼肉には深いつながりがあるそうなんです、うん、北見はですね、歴史的に食肉処理場があってですね、その周りに、まあ、精肉店とかがあって、まあ、北見市に焼肉を広めたというのが言われています。1930年代に旧国鉄北見駅の裏に食肉加工場ができ、さらに1960年代には市営の食肉加工場もできるなど、北見市は当時から新鮮な肉が手に入りやすい環境でした。やはり食肉処理場の隣近くにですね、精肉店があって、肉を新鮮なまま家庭に届けたりお店に届けるというのが重要ですので、北見はそういった背景があります。新鮮で安くて美味しい肉が手に入るのは地元の精肉店があればこそ。北見市内で創業100年以上の歴史を持つ老舗、精肉の小西で当時の話を伺うと、70、80年前ですか、あまり内臓やなんか売れなかったみたいで、売れないものということでホルモンという一説もあります。その捨てられていたホルモンを食べるようになったきっかけは何だったのでしょうか。韓国の焼肉料理店というのが結構あったんですよ。ホルモン力さんの名前は金山って言うんですけども、ね、俺教えたんだって言うんですよ。あの内臓の処理の仕方を。内臓肉を取り扱う、まあ、そういうの処理を知っていたのは、はい、まあ、最初はホルモン力さんだったんではないかということになります。そうですね、多分そうだと思います。北見の焼肉1号店と考えられるホルモン力は現在オホーツク館内の門別市で営業。3代目にお話を伺いました。ホルモン力さんが北見で第1号店の焼肉店だったっていう話を伺ったんですけれども、はい、それってのは本当なんでしょうか。まあ、本人もそうおっしゃってますし、そうだと思います。そこでホルモン焼き力が1号店なんじゃないかなと思います。ホルモン力は昭和25年創業。こちらの写真のホルモン焼きと書かれているお店が当時のホルモン力だと見られているんです。当時あの韓国でよくそのホルモンを昔から食べてたので、まあ、もったいないということで店を開いたというふうには聞いてますけど、一皿でホルモンの盛り合わせ、タンやいろいろあのホルモンとかが入って一皿で
50円で提供していたというふうに伺ってます。ということは焼肉店ではなくてホルモン焼きとしてお店を出したということになりますか？そうです。そこでホルモン焼きって漢字の力で力、あの食べた人に力がつくようにということで力っていう名前をつけたって聞いてます。焼肉ではなく安くて美味しいホルモン焼きというのがキーワードになりそうです。あ、確かに北見の焼肉屋さんってホルモンって書いてるところが多い気がしますね。こちらの店もホルモン、焼肉の文字の横にはホルモン、看板にホルモンと書かれたお店がとても多いんです。さらにホルモン焼きについてこんな資料を見つけました。こちらのですね、家庭北見というところにですね、ここに一杯の酒一杯の焼酎にホルモン焼きを頬張りという記述があります。昭和32年に発行された新聞家庭北見の記事によると、一杯屋という今でいう居酒屋のようなお店が市内に50軒以上あり、さらにホルモン焼きが食欲をそそる香りを漂わすとありました。じゃあもう昭和32年にはもうホルモン食べるっていう習慣が強くなっていたっていうことなんですか？そうですね、はい、そうだと思います。大衆的な味として広まったホルモン焼き、もちろん今も北見市民はホルモンが大好き。私は丸ホルが好きですね。丸ホル、はい、私はホルモン好きなのでホルモンを必ず食べています。実は北見焼肉は食べ方にも独自の文化こだわりがあるんです。北見の焼肉文化を調査する福永探偵社、北見焼肉はホルモン焼きを原点とする独自の文化として市民に愛されてきました。ただ食べ方にも独自のこだわりがあるということで、北見焼肉を広める活動をしている焼肉スト西野博明さんに北見焼肉の食べ方を教えていただきました。北見焼肉って言ったらホルモンになるわけですか？そうですね、基本はやっぱり内臓肉で育った文化でもありますので、はい、主にホルモンですね。あのちなみに牛サガリも分類上はホルモンに分類されるものでありますので、やっぱり北見市民はホルモンで内臓肉で育っていると言っていいんじゃないかなと思いますね。そのホルモンをより美味しく食べるためのポイントは、まず味付けされていない主に豚ホルモンや牛サガリを炭火で焼いて食べるという特徴が、ね、味付けされていないし、はいはい、炭火で焼くんですか、はい、そうですね。続いて2つ目のポイントは塩コショウをするタイミングです。味付けがされていないお肉ですので、多くの方が七輪に乗せてからの塩を振っていくと。特にホルモンは塩コショウで食べるのが人気なんだそう。そして3つ目のポイントは焼肉につけるタレです。生だれというタレをつけて召し上がっていただきたいなと思います。あのこの生だれというのは非加熱のタレをお店独自で作られて、まあ、そのお店それぞれの味をこう楽しむというところも北見焼肉の特徴であります。はい、いただきます。すごい玉ねぎの香りがいっぱいしますね。これがじゃあサガリですごい合うっていうことなんですか？そうですね、もう合います。主任いかがでしたか？よく調べてくれたね。ありがとうございます。こういうやっぱり歴史をお伝えすることで皆さん改めて、あ、北見に焼肉ホルモン食べに行こうと思っていただけたらいいですよね。